俺たちのジャパンへようこそ。インドの代表的な料理といえばカレーを思い浮かべる方がほとんどではないでしょうか。今回は日本に留学生としてやってきたインド人男性が日本のカレーを食べて衝撃を受けたというエピソードをご紹介します。カレーの本場インドからやってきた若者にとって日本のカレーの味はどのようなものだったのでしょうか。僕は留学生として東京の大学で勉強するために日本へやってきたんだ。日本のことは小さい頃からアニメやゲームで知っていたよ。僕が大学で専攻した機械工学の分野でも最先端を行っている国だから、大学に入学した時から絶対日本へ留学に行こうって決めていたんだ。最近インドでは日本食ブームが起こっていて、ムンバイ市内にある僕が通っていた大学周辺にも日本食レストランが何軒かあったんだ。僕も日本食が大好きで、大学近くの日本食レストランにはよく友達と食べに行っていたよ。僕の好きな日本食はうどんと天ぷらさ。うどんは麺が太くて食べ応えが抜群。天ぷらもサクサクとした衣の食感がたまらないね。実は僕、野菜が苦手なんだけど、天ぷらでならいくらでも食べられるよ。甘みのある天ぷらのつゆもとても美味しくて、残ったつゆは残さず飲んでしまうほど。だからインドと日本の食文化の違いに対する心配は全然なかったよ。日本の大学に入学してすぐ、日本人の学生たちが留学生の歓迎会を開いてくれたんだ。僕はその時初めて寿司に挑戦したんだ。インドには生魚を食べる習慣がないから、生の魚を食べるのはもちろん初めての経験だったけど、最高に美味しかったよ。特にサーモンの濃厚な味は一口食べてもう虜になってしまったよ。ただ日本人の学生に勧められて口にしたわさびには参ったね。インド料理ではたくさんの香辛料を使うから辛いものはよく食べるんだ。でもわさびの鼻を突き刺すような独特の刺激は今まで一度も体験したことのないもので、涙が止まらなかったよ。楽しい歓迎会の席だったんだけど、日本人学生の一言が僕のインド人としてのプライドに火をつけてしまい、ちょっとした騒ぎを起こしてしまったんだ。彼の言った一言は、日本のカレーはインドのカレーよりも美味しい、というもの。なんでもその日本人学生はインドに旅行に行ったことがあるらしく、本場のカレーも食べたことがあるらしい。そんな彼が日本のカレーの味はインドのカレーよりも美味しいことを僕に力説してきたんだ。日本人の彼にとって日本のカレーが口に合うというのは理解できるけど、インド人の僕にとってカレーは特別な存在。彼の意見を受け入れることなど到底できなかったよ。それを見かねた僕の隣に座っていたメキシコ人の留学生が、今度みんなで日本のカレーを食べに行こうと提案してくれたんだ。その週末に日本人の学生とメキシコ人留学生、そしてインド人の僕の3人で日本のカレーを食べに行くということで、その場はなんとか収まったよ。でも正直僕は日本のカレーなど絶対認めるものかと憤りを感じていたんだ。当日、その日は肌寒くてあいにくの雨模様だったけど、僕の気持ちは熱く燃えていたよ。僕たちは池袋駅前に待ち合わせをして、日本人学生の案内でカレー専門店へと向かったんだ。到着した店の名前はここ一番屋。日本で一番有名なカレー専門チェーン店だそうだ。なるほど、ここならインドと日本のカレーを比較するにはもってこいの場所だな、と僕は鼻息を荒くして店に乗り込んだよ。店に入るとカレー独特の香辛料の匂いが店中に漂っているけど、インドカレー独特のスパイスの香りとはちょっと違っていたね。店内はお昼の時間で混んでいて、ビジネスマンや若者でいっぱいだったよ。席に向かう途中、カウンター席に座っていたスーツ姿のメガネをかけたおじさんと目があったんだ。おじさんは僕がインド人だと気づいたんだろうね。
インド人も日本のカレーを食べるんだって、物珍しそうな目で僕のことを見ていたのが印象的だったよ。みんながカレーを食べているのを横目に、僕らはテーブル席に座ってメニューを見たんだけど、種類がたくさんあってよくわからなかった。僕は日本人の学生おすすめのチキンカツカレーを注文することにしたんだ。辛さのレベルを調節できるということで、僕のカレーは少し辛めの設定にしてもらったよ。カレーが目の前に運ばれてきた時の第一印象は、インドのカレーに比べてとろみがあるなということ。インドのカレーはどちらかといえばスープみたいな感じだから。そしてご飯が横に盛られているのも米が主食の日本ならではだね。インドではカレーをナンやロティと一緒に食べるのが一般的で、米はおかずという位置づけだからね。匂いはスパイスと甘さが入り混じった独特の香りで、インドのカレーとは全く別物という感じ。僕はスプーンでカレーとお米をすくって、ゆっくりと一口目を口に運んだんだ。その瞬間の感動は今でも忘れることができないよ。思わずヒンディー語で美味しいを意味するスワディシュトと叫んでしまったよ。肉と野菜の旨味が凝縮していて、ほんのりと甘い日本のカレーは本当に美味しかった。日本のカレーは僕が生まれ育ったインド北西部の町スラトの濃厚なカレーに近くて、懐かしさも少し感じたね。チキンカツも衣がサクサクした食感で、僕の大好きな天ぷらにも似ていたし、カレーとの相性も抜群。一緒に来た二人と話をするのも忘れて、僕はひたすらカレーを口に運び続けたんだ。日本人の学生に勧められて福神漬けにも挑戦したよ。わさびの一件があったから、何度も辛くないことを確認して恐る恐る食べてみたけど、口の中に広がる甘みがどうも僕には合わなかったみたいだ。カレーと一緒に食べるのはやめておいたよ。3人とも食べ終えて、日本人の学生が僕に、日本のカレーの味はどうだった？インドのカレーと比べてどっちが美味しかった？って質問してきたんだ。僕は正直に、とても美味しかったよ。インドと日本のカレーは全く別のものだから比べることはできないけど、カレーをこんな風にアレンジできるなんて、日本人の発想力はマジですごいねって返したんだ。食文化の違いでカレーがこんなにも違う料理に変化するんだというのは本当に驚きだったね。食後はインド、日本、メキシコの食文化の違いで話が盛り上がったよ。メキシコ人の留学生が、メキシコにはチョコレートを数種類の唐辛子やスパイスで煮込んで、チキンや米、トルティーヤと一緒に食べるモレという料理があって、彼曰くカレーを食べてメキシコのモレを思い出したって言ってた。国は違っても食文化には何らかの共通点があることはとても興味深いことだね。そして次は僕が本場インドのカレーを二人にご馳走することに決まったんだ。遠く離れた日本で独自の進化を遂げて日本人に愛され続けているカレー。この一件以来、日本のカレーは日本で留学生活を送るインド人の僕にとってもかけがえのない存在となったんだ。ココナッツミルクたっぷりのタイカレーも美味しいけど、私は日本のカレーが大好きだわ。日本を旅行していて美味しくなかったレストランは一つもなかった。日本の食文化、外食ビジネスの発達には本当に驚かされたよ。寿司や天ぷらもいいけど、コンビニのおにぎりや牛丼も美味しいよね。日本に留学していた時、ベジタリアンの私にとって食文化の違いはとても大きな問題だったけど、近所のスーパーで売っている野菜はどれも新鮮。毎日の料理が本当に楽しかったわ。2020年8月、日本の人気カレーチェーン店のカレーハウスココ一番屋は、カレーの本場、インドのニューデリーにインド1号店をオープンしました。インドは宗教上の理由から豚肉や牛肉を食べない人が多く、ベジタリアンが多い国としても有名です。カレーは野菜、豆類、チキンを使用したものが中心で、ルーにも動物性の油脂を使わず、インド人が安心して食べることのできるような工夫がされています。
今回ご紹介した主人公のインド人留学生がそうであるように、どの国でも若者は新しいものや文化に寛容です。もしココイチのカレーがインド人の若者の胃袋をつかむことができれば、日本のカレーが本場インドで大流行する日が来るかもしれませんね。そのためには今度は日本のカレーがインド人の食文化に合わせて進化をしていかなければなりません。今後もココイチの壮大でロマンあふれる挑戦に目が離せませんね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。